5、4、3、2。皆さんお元気ですか。ロハちえちゃんやっちゃいました特番です。こんにちは。斜め前には鳥越神社もありますし、はい、鳥越あずより、ね、はい、まあ、私がね、はい、浅草橋生まれということで、うん、ここ地元なんですよ、鳥越がね、そう、そうなんですよ、ね、はい、じゃあでもまずはご紹介で、はい、どうぞ、はい、はい、どうぞちえちゃんから、はい、はい、私、小錦千恵です。よろしくお願いします。浅草橋生まれ、地元江戸っ子です。地元です。はい、はい、でこちらはそうなんです、地元は京都です。京都です。お京都です。原田恵子ことビクマミです。よろしくお願いします。アシスタントです。はい、よろしくお願いします。今日はね、ちえちゃん今日はね、ご縁がありまして、シャコさんっていうね、そう、佐野さんの奥様、はい、ミュージカルのそう劇団四季のね、はい、有名な、はい、シャコさんが有名なこちらの番組で、ね、はい、各週で出られてて、そう出られてます。ゲストで出させていただいたのがきっかけで、はい、今日ね、特番を組ませていただいて、ありがとうございます。シャコさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで今日はね、はいはい、特番やらせていただくんですけれども、まず愛してちょうだい流れましたけど、はい、流れました。今日のテーマがね、そう、愛してちょうだいってこうちえちゃんと、はい、こにちゃん の、はい、デュエット CD 入ってますよね。カラーズっていう、ね、アルバムの中の一曲なんですけど、今日のテーマが小錦ちえの、ハッピースローライフ愛してちょうだいということで、いいね、この曲がね、はい、愛してちょうだいという曲があったので、はい、うん、ね、うん、今日は入れてみました。だって、はい、本当にね、浅草橋をちょっとこう見させてもらったら、うん、まずはでもまずはメイン鳥越神社、うん、でこれ鳥越、はい、アズーリだから、そう、ちえちゃんたちも何年前なんですか、うん、挙式だから今年で結婚20年なんです。ありがとうございます。はい、ね、じゃあ20年前にこう、ね、そう、20年前にこの鳥越のね、そうです。すっげえ。そうなんです。すごいご縁です。はい、まあ、鳥越、すごいご縁です。もうね、鳥越神社はもう、ま、お祭りが毎年6月にあって、うんうん、もうすごい人がもうここでおみこしを担いで。ちーちゃんもあれでしょ。私も毎年担ぎます。うん、ね、で。なんですかね、鳥越神社の、うん、どなたの御霊かっていうかね、うん、大和たけるだよ、ね、さっき調べたもんね、すごくない、はい、さっき調べました、さっき調べました、はい、600年だよ奈良 の、 関西人といたしましては、はい、私たち京都平安京なんですけど、うん、奈良の大仏さんが平城京じゃん、はい、誰600何年からのね、うん、だって500何年だよ、こっちのが鳥越神社の方が古いんだよ、大仏さんより、すっごくな、めっちゃ古いよ、ね、そんなところで生まれてね、幸せだわ、すごいね、本当にチャキチャキ江戸っ子、チャキチャキ江戸っ子、テアンデイっていう、ね、いえ、だってお商売もすごいでしょ、そうです、水の、うん、芸者さんとかね、そう、芸の柳橋っていうところが、ね、うんうんうん、ありまして、うん、柳橋はもう芸者の町だったんですね、昔、すごい、そう、だからまあまあ、うん、芸事も昔ですけど、だから私が生まれる前の頃かな、うん、まあ、生まれた時もまだあったのかな、芸者のお店がね、なんか行きですよね、聞くところによるとなんか政治家さんとかすごく大物の方が柳橋でね、遊ばれてたっていう話も聞いたことあります。なんか町自体が粋 で、うん、でこれからもっと若者たちがまたなんかこう新しいクリエイターたちを育てる町になってるでしょ、ね、最近浅草橋蔵前が ねすごく盛り上がってて、蔵前なんか、うん、なんかブルックリンって言われてるんですよ。ブルックリン、そう、日本の東京のブルックリン、あらまあ、お米でしょ、クラマエって昨日調べた、あすごい、お米、お米、クラマエ、抜かりないね、
そうなんだ。蔵前も、うん、あの浅草橋もその若い人のなんか職人さんバッグ革の、ね、靴作ったりバッグ作ったりのそういうちっちゃいお店とかがすごく増えてきたと、ね、おしゃれなカフェとかやっぱりね日本の文化を残すべきよね、うんうん、すごくいいところです。本間ものをねずっと伝えるっていうことが一番いいですよね、うん、そうだからそういう今日特番ですけど、うん、そういう番組を本家本元もし ね今日は生まれ故郷の浅草橋今のところお試しの、ね、特番をやらせていただいたんですもしこれからやるとしたらどんなみんながいいって言ってくださったらこんなことやってほしいみたいなのあったらコメントください、はい、ぜひ私たちやらせてください、はい、やるでやるでどうぞ何やそれもうすぐねおひな様だからねそうそうおひな祭りそうでおひなさんでも、はい、おひな祭りに ちなんでってほら、うん、お人形屋さん、はい、あそう本家ないね任せて、うん、そう浅草橋といえば九月そう人形の九月っていうことねだってそれってさ祭りごとのしきたりだよ、はい、だからやっぱ浅草橋ってすごくないすごいよやっぱりなんだろう商売もともとね、うん、あの駅前のところはもう商人の町ですから、うんうん、でこっから日光東照宮とか、はい、あっちの方の玄関先だったんだよねで江戸時代は、うん、なんだっけ浅草門浅草橋門、うん、あ見つけだあ浅草橋見つけ、 見つけ、うん、ここでいろんなことを見てこ、ね、あの水路でずっと流してたんだよ ね、うん、ねすごい浅草橋っていいとこですよねやっぱりなんか風流な、ね、そうですよねあの川も、うん、だからあるしそこに根付く FM だから、うん、しっかりこう街の方をフォーカスできてね、うん、なんかいろんなことがね文化発信していけばいいよね、うんこう応援していきたいですよね台東区浅草橋を応援していきたい盛り上げていきたい盛り上げたい、ね、でもちえちゃんそういえば、はい、なぜ小錦ですかってことよやはり言ってどうやって出会ったのだって本当だよ出会いも浅草橋じゃなかったらダメなんだよ出会いも浅草橋どうぞ言ってください昔ね、はい、あの高砂部屋が浅草橋にありまして、うんうんお部屋がね柳橋に、うんまあ、住所的には柳橋かもしれないんですけどあす、ねまあ、浅草橋駅からもうすぐのところに高砂部屋がありまして、うんまあ、小錦がハワイから来てすぐ入った場所がその高砂部屋だったんですよ浅草橋がすごいよねでそのちょっと通って裏に襲名塾っていう塾があるんです、うん、今でもあるんですけどそこに私小学校の時通ってたんですすごい今もあるその高砂部屋の前を通って今もあるすごいでこう国語とか算数とかやってそうそうやっと塾、まあ、あんまり意味なかったけど一応塾行っててでそこ高砂部屋の前を通って塾に通ってて、うんうん、すごい私はもうちっちゃい頃から見てたんですよ矢崎吉を矢崎吉そう矢崎吉君の何歳でも何年生18で来てるから私は小学校、うん、まだ低学年ですよねでなんか声かけたりとかなんかそうでそうそうそうやっぱ、うん、子供が好きだったから、うんうんコニちゃんがね、コニちゃんがね、やっぱりね相撲部屋の前通ると飴配ったり、うん、お菓子配ったりしてで、うちの兄、かわいい兄うちの兄とか、うんうん、兄の友達とかはキャッチボールしてたとか、うん、すごーだからなんかその縁が浅草橋で出会ってるっていうだからコニちゃんってオープンマインドだよねそうだからハワイから来て明るかった、昔から、ねうん、じゃ出会ってんじゃんそれがこう回り回ってご縁でハニー、見てるヒューヒューご縁で小錦知恵になってるわけよ ね20年だよ、はあ、でもねもっとご縁があるんですこのアズーリ、うんうん、お母さん言ってお母さん師匠私たちの師匠です私も母、はいまあ、母は浅草橋生まれじゃないんですけど、はいうん、あの茨城から嫁に来られたわけね嫁に来られたわけ浅草橋にもうずっといますけど、うんうんうん、もう父が浅草橋生まれで、はい、代々、はいはい、浅草橋、うんでこの FM に、はい、あそう、 うちの母親は歌をね習ってて、うんうんまあ、たまに発表会とかで歌ったりもあとでちえちゃんに歌ってもらいますけどうまいんだよね実はねここ出たことあるんですこのラジオにそうすごくないですかそうあのゆうこ、ね、ゆうこママってゆうこっていうお店がね、うんうんうん、あのカラオケのできるお店があるんですけど、うんうんうん、そこのママと一緒にここに出て、うんうん、なんか2曲ぐらい歌を歌ったって言ってましたすごくないですかだから、ね、だからご縁がこのあずいさんご縁あるんですよねだからこれからこうなんていうの街の方とかが来たりとか、うんうん、なんかそういうのいっぱい増えていけばいいよねそう本当、ね、って言ってやる気満々やろ、ね、どうですか皆さんどうなるか分かんないどうなるか分かんないけどね浅草橋って言えばもう、うん、ね美味しいものもいっぱいありますからあ何だっけ浅草橋の名物は、ま、
名物、まあ、いろいろあるね、船佐さんの佃煮とか、うん、佃煮って言ったらやっぱりそのあれでしょ、貝とか、そう、アサリ、アシジミとかね、アサリとかシジミとか、あと水芯、水芯菜館とかね、うん、中華、もう古い中華とか、テレビ出るよね、そう、よくテレビ出る、うん、テレビで町中華ね、蝶ネクタイのね、うん、マスターが面白いんですよ、あ、水芯菜館とか、いいよね、いい、浅草橋は美味しいものいっぱいある、本当ね、お蕎麦屋さんもあるし、結局、うん、深川飯っていう大きな括りでは、うん、アサリのあの、うん、佃煮が発祥したとこだよね、うん、この辺がね、そうですよね、そう本当下町の中華もあるし、もう和食もあるし、何でも、うん、とあとね、私の友達、うん、同級生、うん、育英小学校っていうのがあるんですけど、育英小学校通ってたんですけど ね、 いいね、はい、うちの私も兄2人も、はい、うちの父親も育英小だったんですね、すごい、その育英小学校、 あと有名なギタリストの村地香織さんっていう、村地香織さん方も育英小出身で、もう世界的有名な今ギタリスト、そう、も育英小出身で、その育英小学校で同級生だったゆきちゃんっていう子がいるんだけど、ゆきちゃんがやってるギヨンっていうね、ギヨン、ギヨンとちゃん、そう、ギヨンっていう、お名前はギヨン、あのレストラン、あ、喫茶店、そこもね美味しいんです、お父さんがね作るんですけど、オムライスとかまだある、今もやってる、ぜひ皆さん祇園、浅草橋の祇園ぜひ行ってください、あの洋食、 私でもね、ちょっとね、ちえちゃんとこのお家の近くにあるね、大正軒、じゃびっくりするで、みんな、椎茸そば、関西人来た方がええよ、椎茸そば、はまったよね、はまった、大正軒知ってます、知ってます、知らない、椎茸そばだよ、行かなきゃダメだよ、すぐそこだから、だしがさ、すぐすぐ、もうだしが関西人もあれも、もうガクもう、もうなんていうの、首グッとこう抑えられるよぐらい美味しい、椎茸そばってもっていう中華な、中華なんだけど、だしがすごい出てて、うん、ラーメンなんだけど、あんがかかってるわけよ、椎茸の、もうめっちゃ美味しい、めっちゃ美味しいよね、うん、あとね、片焼きそばとか、うん、めっちゃ美味しい、ワンタン麺、私はワンタン麺、ワンタン麺、出た、あ、出た、あ、そう、それこれ、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 これ見てみんな、すっごい、もうね、もう入ったらね、このだしの味がするよ、本当に関西の人みんな行った方がいいよ、絶対余った、本当に美味しい、関西風だよね、そう、うん、美味しい、大正軒はね、美味しい、もう100年くらい、100年やってんのかな、すごい歴史、もう、そう、マスターがもう80、90近いんじゃないかな、これ私たちがこう、うん、だんだんこう言うことによって次こう一杯ただとかならないならないよね、なったらいい、なったらいいよね、大正軒のおじさんマスターマスター見てたらね、一杯そうやって町の人をこう、うん、入れていくのが面白いよ ね、 面白いよね、浅草橋、 いいですよ、うん、本当なんかね、うん、本当にでもさ、なんかここからでも見えるけど、うん、いいな、鳥越神社、やっぱり鳥越神社も本当いいよね、大和猛だよ、すごいね、古いわ、毎年お祭りが6月にあるんですけど、すごい大きな屋台もいっぱい出るし、うん、なんか屋台すごい、あ、すごい、なんか、コメント来た、嬉しい、しょこさんさん、ありがとうございます、しょこさん見てます、いい感じよって番組持ってくださいって、シャコさん、シャコさん、ありがとうございます、嬉しい、いい感じですかね、皆さん、あの勝手にバンバン喋ってますけど、コメントください、こんなこと聞きたいとかね、ありがとうございます、嬉しい、すごいね、うん、そう、なんかさ、でもさ、ここから見てもさ、なんか馴染んでるんだけど、そのなんか歴史、1700年前だよ、だからすごくな、ね、あの鳥越神社、おそもさんじゃない、お祭りいくら好きだと言ってんだ、いくら好きだ、もうラブラブなんですよ、ここの夫婦、じゃあお祭りでね、はい、あのおみこしの前で、はい、巫女、おちごさんっていうのがあって、それも私中学生の頃かな、なったのやりました、おちごさん、すごい、こうやってシャンシャンっておみこしの前をシャンシャンしながら歩いたんですよ、そう、でおみこしはこの、うん、どんな感じ、リズムはエッサエッサってエッサっていうかね、うん、もうどんなもうすごいよ、セーセーみたいな、でしょみたいな、だからね、すごいよ、もう昔は、うん、昔ってか、血が騒いじゃん、あのちなんていうの、本当そうでしょ、そう、でも京都
違うよ、そんなの一個もないよ。おみこしとかないの？京都、京都御所知ってます？みんな、あ、京都御所っていうか、京都のお祭り知ってます？あの祇園ね、同じ祇園祭ってありますけど、祇園祭りはだからたくさんの人がこうやって縄を引きながら、うん、こうやってゆっくり歩くわけですよ。こういう矛をこう引っ張っていくわけ、ね、こうやって見せてもらったことが、うんうん、中に入って、ねね、うん、でもあれもね、だから行く、あ、そうそう、今みんなありがとう、さすがスタッフ、できる、できる、うん、だからこう、だからね、そのリズム感あふれる、うん、本当のお祭りのさ、江戸っ子だいみたいな、うんうん、あんなのはないの、京都には。あ、うん、まあでもそれはそれでね、そう、なんかおごそかでいいじゃん。でもこれでも800年ぐらいだよ。1200年、古い、古い、鳥越の方が古い。だってヤマトタケルだよ、ジム天皇の息子だから。あ、うん、なるほど。でなんか白鳥のね、うんうん、鳥にな、あの名付いて、うん、あの名付いて、うん、その鳥越神社ってこの、うんうん、あのやっぱりこう、あの大和の竹、あの大和の、何口が回らない、ごめんなさい皆さん笑えるよね。大和たけるは、うん、あの八幡のオロチを倒したんで有名じゃん、うん、でもその鳥にちなんだっていうかさ、うん、言われがあってさ、うん、こっからこうエネルギーが発達していくんだよね、うん、だからそんだけ古い神社をこうずっとこの周りが保ってたっていうところに、うん、やっぱりこうお商売がこう発展したりね、うん、皆さんがこうなんていうの、活気あふれる街、うん、で江戸まで根付いてさ、うん、その門があったってすごくない？ね、うん、すごい活気の、昔から活気のある街なんですよね、うんうん、そう。で、ここのお祭りって結構こう通行止めになってさ、すごい大掛かりで、ね、前一回、ね、去年6月来た時に通行止めになってもすごいよね。で屋台もいっぱい出るし、ほんと楽しいんですよ、お祭りが。で、こっから出るおみこしさんだけ、各こうお町内のおみこしさん、町内回る回る、すごい、ね、すごいんですよ。何社ぐらい出るの？男の人たちがもう血気盛んで、うん、もう必ず喧嘩、血まみれで、かっこいいよね。警察を、あ、これこれ、その本みこしね、本社っていう一番やっぱり大きいおみこしをみんな担ぎたくて、うん、喧嘩、あ、担がしてくれって言って、担ぎたい人たちがもう喧嘩が始まるわけですよ。でもそのハッピーがかっこいいよね。かっこいいちゃんも来てたよね、ハッピー。その男たちがもうやっぱりね、みこし、もうお祭りになると血が騒ぐ、もうなんかさ、うん、女の人とかもみんなね、うん、そう、女もだよ。だから昼と夜、ずっと何日か、ずっと朝から晩まで、何日間あるのかな、2日間か、だいたい6月の2週目の土日かな、うん、でその本社を担ぐためにこう発表ゲット、まず発表ゲットしないといけないんですよ。この長いこの担ぐあれの中に入りたいと、そうそうそう、わっとこう発表がないと担げないんですよ、その本社の。そうそう、なるほど。まずその発表ゲットするところから、うん、それは本社だよね。もう、ド緊張ですもん。怖くて潰されるんじゃないかっていう。じゃあ本社担ぎました、去年も。やった、やった、入っていった、入ったまま、もう草木ガンガンかっくらって、やじゃないと怖くて、もうやりますよ、小西吉恵。男ばっかりの中にもみくちゃりされる、ほんと。もう戦いで、お姉さん入りなさいとかないよ、ないないない、どけどけみたいな、うわ、もうその中入っていくわけですよ。うわ、すごい、もう命がけよ、やるな、江戸っ子やな、もうさすが、さすが江戸っ子、地元生まれとしてやるのに担がないと。やっぱで、やっぱ一年のそのなんていうかな、祈願というかさ、うん、無病息災みたいなことだよね。そうそうそう、そういうことです。大体でもね、梅雨なんで雨が多いんですよね、うん、6月でも雨でもやるでしょ。やるやる、うん、関係ないよね、大体雨が多い。でもその、まあ、なんか五穀繁栄とかもあるのかな、6月にやるっていうのはね。ああ、うん、まあ、そうでしょうね。うん、そう。え、ちーちゃんと白むく来たのはいつなの、これ、ここで。あ、だから20年前ね、うん、20年前ここで鳥越神社の、うんうん、いつだった、6月の26だったんです。すごい、やっぱり6月を選んだの。いや、たまたま、あ、そう、そのたまたまだったんですけど。すごい、すごい、へえ。懐かしい。いやー、ここで ね浅草橋で出会って、ね、鳥越で式挙げて、うん、で今も浅草橋にいる、うん、事務所がね、今実家もあるし、事務所もあって、そう、じゃあちょっと、なんかやっぱり浅草橋を盛り上げなきゃいけないんですよね。そう、そうですよね。勝手に浅草橋親善大使、うん、いいじゃん、勝手で、小西家、安吉、うん、知恵、そう、いいじゃないですか。誰か
なんかね、台東区朝倉市のお偉いさんとか見てたら、ちょっとスポンサーにも意識知恵と安吉になんかスポンサーリングちょっとぜひお願いします、はい、頑張れば浅草橋盛り上げるためにね、はい、ぜひぜひぜひ市長とか、うん、区長区長区長とか台東区区長大きくなりますね、だんだん奥さん会長町内会長とかね、うん、ぜひお町内今度一緒に喋りましょう、ね、そうお町内だから一、うん、つずつお町内呼んでさ、ね、会長さん呼んでさ自治会になる自治会お偉いさん呼んでね、そうなんかでもね、あのね本当にここ5階かな、うん、5階ですよね、ここ5階だよね、5階の窓からねこうちょうど鳥越神社が見えてるんですけど、うん、この屋根のそのこの露払いみたいなさ、うん、あのゴールドがさすごいかっこいいんだよね、うん、高いよね、ぜひ皆さんさ鳥越神社お参りしてみてくださいね、うんうん、ご利益がねやっぱりなかなかその本山というか山と竹流をこう、はい、あの行ってそんな古いね神社ないですもんね、うん、ないよね、うんうん、ほんとすごい、この水井さんってどういうことで出たんだろうね、パンダちゃん、あ、アズリ、アズリ、ミツウリだって水売りってもう適当、ごめんなさい、ね、アズーリだよね適当だよね、アズーリってなんだろう、アズーリごめんなさいね、出てといて、ね、出といて調べとけよって感じだよね、そう調べとけよって感じだよね、そうちゃんと今書いてくれてるんですよ、ごめんなさい、イタリア語、あ、イタリア語だって、イタリア語で青色だからブルーなのね、ごめんなさい、そうなんだ、調べとけってことですよ、アズーリなんでブルーなんだろう、だからブルーなんだね、ね、うん、でもラッキーカラー、ラッキーカラーね、この辺青がねすごい、青結構も今日私もブルー好き、ね、今日は白だけどブルー多いよね、うん、そうやっぱりね、うん、あの私たちやっぱつながりが、うん、あのビッグマミーって私なんかあだ名ついてんですけど、うん、ハワイの人にあの名付けられて、うん、名古屋であのハワイアンレストランやったことありまして、でそこからね、うん、ちえちゃんたちもこう仲良くなっていくんですけど、はい、私たちこう、まあ、ハワイだからさ、うん、いつもこう海に入ってるよね、そう海大好きで、今日はミミちゃん見てる、ハワイからも見てるんだよね、見えてたらいいのにな、うん、ミミちゃん本当これ世界中で見れる、そうそうそうっていいですよね、アロハ素晴らしい、世界に配信、そうハイガーイズ、ね、バイユー見てるかな、ねえ、うん、だからこうそうやってこの文化とか歴史とか、うん、あのお商売とかね、うん、その地域密着型のなんかがあればいいですよね、うん、ここだって浅草橋三丁目だよね、憧れる、京都から見たら、あ、そうなんかこういう江戸のね粋なね、うんうん、もうかっこいいじゃん江戸のか、あのそのなんていうの、うん、芸者さんとか、うんうん、かっこいい、あのお祭りもかっこいいし、うんうん、なんかそういうのもなんかすごい憧れますよ ね、だからちえちゃんの性格の中にも浅草橋根付いてるよ、根付いてるよ、もうめっちゃ根付いてるよ、めちゃめちゃ本当になんかやっぱりサバサバチャキチャキしちゃうから、皆さんね本当ね、もう江戸っ子魂、めっちゃこう見えて男ですから、はい、本当にシャキシャキしてるね、はい、本当に ねばっこいこと嫌いだもんね、納豆は好きですけどね、そうですかネバネバ系は好きですけど、そう性格はネバってません、うん、あっさりしてるよね、だから、うん、コニちゃんもそうだから、うん、このご夫婦本当に気さくだよね、みんなが愛する理由だと思うよ、うん、本当に愛してちょうだい、ね、愛しましょう皆さんで、はい、ちょっと本当に ねいいと思います、あと浅草橋あと同級生のね、うん、宇野くんがね、うん、宇野くん、雲海ってあだ名だったんですよ、同級生の雲海が、聞いてますか、タンタンっていうカラオケ屋さんをやってまして、 あの宇野くん、はい、あったよね、あったよ、タンタン行った、タンタン行った、私しょっちゅう行くんですよ、タンタン、うん、カラオケタンタン、うん、ぜひお近くの方、うん、雲海がいます、宇野くん、なんで雲海っていうの、宇野だから、え、宇野と雲海がひっつくどういうことそれ、キンタンもいた、ちょっとなんかだんだん下ネタに違うよ北出くんっていうね、同級生もいたんですけど、うん、あだ名が金丹だったの、じゃ布団屋さんだったの、うんっていう、うんっていう字を つけるのが好きだったのかな、うん、金丹、うん丹、うん丹、うんかい、うんかい、あ、うんかい、うんかい見てるかな、見てるかな、だから今日はさ、もう結構地元にまだお友達今ね残っていっぱい、うん、結婚してね、うん、あの地方行っちゃった子とかもいるし、いい、ね、でも結構地元残ってる子もいっぱい
いると思う。見てないかな、地元の人、育英小の人見てたらコメントください。クラスメートとか出てきたら面白いよね。あの人は今みたいな、うん、失礼じゃない。あ、そっか、それ失礼か。あの人は今ってでもあの急にこれ私たち、うん、何の準備もせず、そう、皆さんに何も言わず出ておりますので、うん、これからは、うん、ね、ちいちゃんあのインフォメーションして、うん、あのできたらいいね。いいのね。やれたら面白いよね。なんかこんなん面白いですよね。なんか、うん、楽しい。浅草橋といえば、うん、下島ね。あ、下島、下島金、あ、金太の、うん、うん、下島本社、本社、え、あの下島だよ。本当に下島に助けていただいてます皆さん。本社、そうだよ、すっげえ。浅草橋ですよね。そう、私バイトしてた。お兄ちゃんも下島、人生初のバイトは下島だから、もう下島に助けてもらった。ペーパーとか下島はね、何でも、そう、これこれこれ、何でも、下島何でも売ってるから、困ったら下島。そうだから、もうほんとね、そう、浅草橋本店、ほら、あのハンバーガーのね、うん、あのレアレアハンバーガーの周りのね、うん、皮はね、紙はね、あるよ。あ、もう本当に飲食やってる人、何店舗あるんですかね、下島って。日本全国だよ。そうなんだ。私ここが本社と知らんかった。浅草橋ですよ。さすが浅草橋。浅草橋すご。浅草橋何でもあるんですよ。どんだけ助けたか。お花の関根だったかな。造花、造花の関根さんとかも有名だし。本当。そう。あとは。あと屋形船もありますしね。屋形 船情緒あるよ。情緒あるよね。屋形船乗りながら花火、隅田川の花火も見れたりするし、いいね、もう本当いいところなんですよ、浅草橋。いいよね。そう。うん、だからもう本当いいとこ生まれたよね。本当、うん、本当にね。大好きですよ。でそのあのコニちゃん の、うん、その高砂部屋はいつまであったのかな。高砂部屋はいつまであったのかな。今度じゃあ2回今度、うん、じゃあずっとしてたわけでしょ。あのお相撲さんコニちゃんっていうのもちろんもちろんね、うん、でまあそのまたそんなことちょっとちらっと言うけど、うん、あのまた再会するわけよね、はい、大きくなって、うん、いくつで再会したの。ね、私が23、24歳ぐらい、あの針とかこう指圧の治療院で受付のバイトしてた時に、まあ、そこに通ってたヘアメイクさんの女性がいて、うん、その方が、うん、あのコニちゃんを紹介するよって言ってくれて、で治療院に連れてきたんですよ。そうですよね、大関やっぱりあの膝とか、うん、腰とかずっと痛かったから、体重がねあれだったから、その治療院で戦ってたから、まあ、再会というか、でそこでまあ浅草橋の話で盛り上がって、すごいすごい、うー、ラブラブー、イフイフ、いいよね。そっからもそっからハワイがこ う一気に浅草橋とハワイがこ う合体するわけですよ。合体ね、合体しましたよ。だから私ね、うん、あのちえちゃんの踊るフラ、うん、だからそっからフラ習ったでしょ。ちえちゃんってもともとでも、うん、歌も踊りもやれてる人なんですよね。もともとミュージカルの、うん、高校卒業してミュージカルの専門学校に通いました、うん、舞台芸術学院っていう、ね、だからあ、ツイッターにコメント届きました。 ありがとうございます。何かね、誰から、なんだろう、なんだろう、うん、そうだから今持ってきてくれます。 ありがとうございます。お歌もすごい、ちょっといいですか、読んで。どうぞどうぞ。あ、局長の方、局長さんからありがとうございます。あ、本当だ、小町さん名古屋から、名古屋から拝見してます。ありがとうございます。あずりも名古屋今住んでます。小町さん、ありがとうございます。結構さん、名古屋住んでます今。名古屋住んでます。あずりも浅草橋にご縁をいただき、全国、うん、いや世界に浅草橋を発信する番組ができたら嬉しいです、うんうん、全編英語で放送して、ハワイのゲスト様に生放送でテレビ電話に出てもらってとか、面白いと思います。英語で発信して、それいい、ハローハワイ、それいいです。あ、そっか、そういうこともできるんですね。ああいう、そう、それもいいですよね。ジャスラディオ、ラディオ大丈夫、ごめんなさい、怒られる、はい、そういうこともできますね。そう、それも面白い、うん、コメント欲しいよね。コニちゃん のお兄ちゃんお姉ちゃんたちとか、家族とか、ね、とか全世界とつなげれるっていうのは、はい、そういいよね。いいよね。今ちょっと音を上げてもらっていいですか。この今ね、今かかってる力って曲なんですけど、これ皆さん聞こえてるんですよね。そう、これね、あのすごいいい歌で、これもオリジナルの歌なんですけど、お相撲さんたちが声をね、コーラスをしてくれてるんですよ。
いいいい、そうすごくいいみたい。ちょっと聞こう、ちょっと聞こう、うん、生まれた場所、戦の場所、出会いの場所、祈りの場所、目に見えぬものにこそ誠ありけり、北へ南へ伝わるし、西へ東へつながりし、あ、ちょっと聞けてないね、もここへくせんとまう。インスタの人は聞けてない、朝の朝から体をぶつけ合う、つべて足と血を土、歌うんですよ。これコニちゃんだよね。そう、これうちの旦那さんが歌ってます。なんていうんだろう、こうなんかこう本当にこう和の感じ、和とそのラップみたいな、そうそうそう、なんかこうあのリズム感乗っけてさ、すごいよね、いい歌なんですけど、なんかすごく和な感じと相撲となんかいい歌なんですよ。カラーズと、カラーズというね、あのデュエットばっかり入ったオリジナルの歌ばっかりの CD、 カラーズ、ぜひ皆さん、あのうちのね小錦のホームページからはじゃないな、ベースショップで買えます。あと直接ね KP の方にお問い合わせいただければ購入できますので、ぜひ。これあの全部収録をお相撲さんたちに行ってもらって、スタジオに来てもらって、スタジオに ありがとう、さすがさすが、スタッフスタッフの使える使える、ありがとうございます、ありがとうございます。そうこれですね、お相撲さんが全部歌ってね、はい、だから今やっぱり相撲ブームだし、うん、あのね、大関もやっぱり海外に出て、うん、ね、このちえちゃん大関の活躍も今、はい、何年目になりますか、アメリカに行かれて。そう、今の相撲&寿司っていうイベントをね、うんうん、あの主人がやってまして、うん、アメリカの西海岸と東海岸と、うん、1ヶ月ぐらい回ってショーをやるんですけど、元お相撲さんをね一緒に連れてって、ステージでそのお相撲のね型とか説明を英語でしながら、お相撲さんたちがこう相撲を取ったりするのをこうショーアップさせて見せるっていうのをやってまして、もう3年目、今度今年4年目になるのかな。あ、またコメントいただきました、ありがとうございます。そうだからやっぱりだってさ、相撲の世界に広げる、そう、うん、でこうなんていうの、すごいこう音楽もさ、うん、だいたいあのコニちゃんっていうのがお相撲さんでこっち来られたんですけど、うん、ご家族がやっぱり音楽ですよね、うん、そう、みんなあの七国ね、うん、地元がね、やっぱハワイの人は、うん、あの教会ね、毎日教会に、うん、ありがとうございます、すごい、あ、イエー、そうこれです、まさしくこれ、うん、そうそう、すごい、ありがとうございます、これを毎年、今年も6月と11月かなに回っていくんですけど、見てかっこいい、見てこれ、これは、ね、本当に素晴らしいショーなんですよ、うん、お寿司を食べながらこのお相撲を見るっていう、うん、もうでもさ、和ですよ、ちえちゃんこれ全部誰が考えたの、うん、まああのまあ、小錦とあと向こうのアメリカの人と一緒にね、いやかっこいい、プロデュース、これ全部小西ちゃんだから相当頭本当すごいよね、こうやっぱイベントね好きなんでね、うん、頭の中全部入ってんだよね、はい、迫力満点。そう今ね、うん、コメントもいただきました、あ、あのシャコさん、ミサコさんがね、うん、小町さんのアイデアいいですねって、すごい、本当いいですよ、シャコさん、ありがとうございます、英語でね、いろんなこと発信できたら、うん、世界に配信、すごくいいですよね、すごくいい、うん、かっこいい、そう、これが相撲&寿司だから、そういう意味で浅草橋のこの根付いたね日本らしい文化が海外に出ていけばいいよね、でやっぱり今日本ってすごい注目されてね、そうやっぱり日本からだから、日本製だったら安心とか、日本食はもうすごいすごい人気だし、あとその力っていうワードで、そのこう辛いことも乗り越えて、うんうん、辛いことも乗り越えて、これなんかわかるみんな辛いことも乗り越えて、私たちあの NHK の朝ドラのねブギウギにハマってるんですよ、東京ブギウギ昨日もずっと笠置静子のもう東京ブギウギをずっと見ながら YouTube でもう、ね、あの本当にね元気でないとダメなんですよ皆さん、何が言いたいかというと、なんかでもだから笑ってればいいんだって、話してたのはその、うん、やっぱ戦争の時代のね、うん、苦しみがあったから、そうあのそう歌が生まれたとか、だから今本当にこうなんていうの、あの、まあ、英語ペーシャン、こう忍耐強く生きるっていうことがあるからこそ、うん、笑顔が楽しいとか、これが楽しいとか、うん、エンターテインメントでもうわ見て感動するとか、うん、もうシャコさんもそうですよね、うん、もうひさくさんの歌もめっちゃうまいんだけど、こう本当にそういう、うん、そのなんていうのかな、そういうのを通して、うん、あのみんなの心を鍛えていくっていうかさ、うんうんうん、でそういうのを浅草橋からこう
なんか発信していければいいよね。とそうで、すごい感動しますよね。うん、だそういうことをちえちゃんぜひ、うん、ぜひやってきたね。やってきた。だから、うん、ちょっと一曲歌ったり踊ったりねしてもらえませんかね。いいですよ。いいっすか。うん、ねぜひ皆さん、はい、はい、ご用意して、はいはい、そのカラーズの CD の中に入ってる、うん、スローライフっていう曲をじゃあ一曲あやった歌わせていただこうかな。ごめんさいみんな泣いたらごめん。私泣くからちょっと。すみません。はけとこうか。こっちの人は声しか聞こえないけど、うん、まあいいか。じゃあちょっとスローライフ、あの私が作詞しました。お願いします。そこでいい。はい、ここでいいです。オーケー。歌詞間違えないように頑張ります。うん、間違っても分かんないよね。もうちょっと音を上げてもらっていい？これ白で。あ、ありがとう。はい、大丈夫です。はい。目を閉じて潮風感じて波の音が聞こえてくるよ手をつないで海辺に行けば二人優しい気持ちになれる小麦色に焼け素肌がとても眩しかったあの熱時を忘れて語り合った思い出たち消えはしないあの日君がくれた ありがとうございます。マハロー。
ありがとうございます。歌まで歌っちゃった。やばい、本当に泣けるよ。泣けた？皆さんどうでしたか？ありがとうございます。ちえちゃんの声もそうだし、これあのちえちゃんが作詞されて、はい、チャーリーさんっていうね、あの古式バンドの、ねうんうん、キーボードの方が作曲してくれて、うん、もうとってもいい曲でしょうね。本当いい曲。そしてもうなんていうのかな、こう辛い時とか、さっきの話じゃないけど、うん、悲しい時とか、みんな人生生きてたらいろいろあるよね。でも本当いろいろあっても、ね、何が必要かって、こう本当に自分の心を乗り越える、うん、曲であったり人であったり、うん、感動することが一番必要なんだよね。本当本当そう思います。毎日ね、本当にそう思います。本当にそう思う、うん、だからちえちゃんの曲とか聴いてたらもうしみるよね。どうでした、スタッフ？よかったよねそれスタッフで言うしかないでしょそれいいと、うん、本当にね、だからあのなんかさ、そういうので少しでも、はい、今日のね、2024年、うん、今は何時？3時40分、はい、あと、ね、10分で終わっちゃうんですよ。そう、2月のね、この節分、3時間ぐらいやりたい勢いです。そう、ずっと喋るよ。もう1日でもいいよね、別に。ずっと喋る。あの本当、うん、その2月17日のこの土曜日は今しかないですよ。今しか。今でしょ。でもこの今にこのちえちゃんと、まあ、ビッグマミ私も一緒にこの鳥越神社の前でね、あずりさんのところで、はい、こう話してるっていうことに意味があるんですよ。大和健だよこれ、はい、本当に神がかってます。そうです、そうです。だから、はい、本当に立春が終えてね、皆さん今年辰年ですから。私辰年なんですよ。イエー、年女、登っていくで、行くで。だからそういうことで、なんかさ、あの今そこにいると分かんないけど、世界中一緒だっていうことを感覚持って、あの目の前のことを乗り越えていってほしいと思いますよね。はい、はいはい、ぜひともぜひとも。だからクマミ汗かきながらも、はい、汗かき熱弁してます。ハワイのぜひちょっとなんか山の踊りをちょっとご披露、はい、行っちゃってください。ちょっとハワイとつないでもらいましょう。ハワイと つなぎはしないけどもね踊ってください。いいですか、ちょっとこの辺から向けていい、はい、じゃあちょっと踊っちゃおうかな、はい、プラも。じゃあぜひぜひ、じゃあお願いします。はい、貝間平踊ります。いえ、山のね、周りで、うん、ダイヤモンドヘッド皆さん行かれたことありますか？ワイキキにあります。あのワイキキで貝間平っていうのはあのマグロっていう意味だよね。ダイヤモンドヘッドの踊りです。貝間平ポエポエ、みんなポエポエ、背中きれいよ、背中きれい。
ユッフーユッフーユッフー、キレキレ、金の木の子はこの女性の姿をこうね上からこう合わすわけです。はいな、皆さんこんにちは、今日はありがとうございましたっていう、うん、見る台本の変態のことです。みんな行ったらね、ワイキキビーチいつも台本の変態見ますもんね。登ったりできますよね。しゃべるよね。ごめんなさい。お疲れ様でした。もう本当皆さん見ました、ちえちゃん本当上手だよね。上手だよねっていう言葉では変だよね。その空気がこうなんか流れるよね。すごいこうなんかここにと川の流れなんて皆さん今度またご披露できたらいいと思うんですけど。もうあと5分で終わりなんですよ。もう息切れちゃって。あららら。あっという間だね。楽しい。あ、コメントいただきました。ありがとうございます。もっと喋りたい。もっと喋りたい。ありがとうございます。恥ずかしいから終わらない。歌お素敵、今度ご一緒しようって。しましょう、シャカさん。ぜひぜひ。お願いします、ぜひ。ありがとうございます。シャカさん、いっぱいコメントありがとうございます。歌ってほしい、シャカさんに歌ってほしい。もうね、素晴らしい歌声ですから。本当に、本当に素晴らしい歌声。こう毎週、各週ね。うん、はい。出てらっしゃいます。出てらっしゃいます。そう、シャカさんの番組もぜひ皆さん見て、見てて、聞いてたよね。はい。ここ。はい。ぜひ、ぜひご覧になってください。あと5分ってもうあっという間ですよ。うん。何喋ろう。え何喋ろう。そうだよ ね、でも本当でもやらせていただいてよかったよね、うん、すごい面白かったです。スタッフの方も本当にいいし、すぐ出してくれるし優しいし、あの名古屋のね、うん、あのこちらの局長さん、局長さんもね、ありがとうございました。いい、はい、ありがとうございました。今度あの八十吉を呼んできます。ぜひぜひ大関もここに大関も見てますよね今 ね、聞いてると思う。インスタで見てる、はいはいはい、ね、はい、で地元ですか。もう本当にその、ね、佐野久作さんの久作さんのご縁で、うん、はい、あのこういうことになってね、はい、あっという間の50分のそう賞味50分なんですよね。そう、うん、ね、だから楽しかったよね、うん、楽しかった。また皆さんよかったらやらしてください、うん、ねやらしてくださ い、 ということで本当にありがとうございました。まだ3分4分3分くらいあるんですよ、うん、でもね、なんか宣伝することなかったかな。宣伝、ああ、ちーちゃん今度大関がだから あれだよね今年も2回そのアメリカに行きます、ね、どことどこ、西と東、そう東と西、サンフランシスコ、うん、ニューヨーク、うん、LA、うん、シアトル、シアトル、はい、そう、あとそう、そんなとこ。だからやっぱり、うん、その海外の方って相撲の文化をすごいこうやっぱりあの知りたいし聞きたいし見たいよね、うん、だからすごいいいことを大関されてると思いますし、はい、ぜひあのお体気をつけられて、ね、あの相撲もね、今年ね、相撲も、うんうん、3月大阪場所がありますか。そう、大阪場所ありますし皆さんね、はい、ぜひね見に行ってください。うん、なんていうの、なんだっけ、サンクチュアリ、うん、っていうので、ネットフリックスのね、そうそう、すごい有名になりました。そうそう、今お相撲その中に出てるお相撲さんも、うん、その相撲&寿司にね、うん、行ってるんですよ。なるほど、すごい、はい、すごい。ただみんなブームでね、やっぱりこうちょっと盛り上げて、うん、なんか日本の文化っていうことで盛り上げて、うん、そして浅草橋につなげる、うん、どうですか。もういいっすね、これいいっすね、まとめようとした。あ、だってあと2分ぐらいあるんだよ、みんなあと2分でバイバイだよ、ね、See you See you again にしてください、お願いします、うん、勝手に、ね、Again I'll be back、 そうそう、 I'll be back、 お願いいたしますでも面白かった、本当に楽しかった。楽しいね、あのシャコさんありがとうございました、ご縁いただきまして、あのちえちゃん本当にメインキャスト、本当浅草橋で生まれてくれてありがとう、嬉しい、本当に本当に。そしてお母さんもありがとうございます。今度は、ね、うちの母親も連れてまた歌わせようかなと思って、うん、そうそう、2人でねカラオケとか行って恋のバカンスとか歌うんですよ、うん、いいね、いいね、親子で楽しみ満載、うん、楽しみ満載、うん、だからぜひ今回は特番でやらせていただきましたけれど、はい、とて、はい、とて今度からはちゃん
監督をなんか、うん、あのフォーカスして、うん、一件ずつフォーカスできてもいいし、あとその場所ヒストリー歴史をフォーカスしていくのもいいし、うん、なんか楽しいですよね、うん、あとスタッフにフォーカスしてもいいよね、うん、2人、うん、イケメンが2人おりますが、ね、ありがとうございました。今日はまだあと1分ぐらい、うん、なんか最後にさ、うん、あのあれがいいんですよ、あの、最後にねカラーズっていう曲がある、急に言って大丈夫かな、あと1分でカラーズ2曲目かな、2曲目あのね、じゃあこれを聞いて終わりますか。そう、聞いてください、ぜひ。1分しかないけど、いい歌なんです。これ今カラーズかかってます。もう前奏で終わっちゃうかもしれない。そうか、ちょっと巻いて。大丈夫大丈夫、もう始まる、もう始まる、始まるよ。これがちいちゃん、ちょっと説明して。これはあの小錦バンドのね、また女性がいるんですよ、フラニーちゃんっていう子が作詞作曲してくれた、まあ、私たち夫婦のために2人の出会いを歌にしてくれた、とってもいい歌なの。見てほら、今日本の四季を大関が歌ってんだよね。もう終わっちゃいます。ありがとうございました、皆さん。バイバイ、またぜひ、ま、See you again。 ありがとうございました。 We'll be back。 We'll be back。海を越えて